伊達、瑞希一人では無茶だ。モーマ、援護を頼む。ノエ、ちょっと待って。瑞希一人では無茶だ。ノーマ、援護を頼む。ノエ、ちょっと待って。ありがとう。お迎えに上がりました、女神様。伊達さん、オタ、作戦完了だ。かしこまり。伊達、さっきモーマと瑞希から連絡があった。どうやら3人とも無事らしい。そうか。
し、雨が降ってるからよく見えないですけど。よっぽど好きなんだな、あの。そりゃ私と同じ名前ですからね。アイリス、虹の女神か。あ、そうそう、その話を教えてくれたのもおじさまなんですよ。またおじさまか。もしかしたらイリスが好きなのはアヤメという花自体ではないのかもしれないな。はい、すっかり良くなりました。なんかいろいろ本当にすみません。あとそれから助けてくれたお礼まだ言ってなかったから。礼ならあの三人に言ってくれ。俺はボディーガードとしては失格だ。お前を危険な目に遭わせちまった。そんなことないですよ。伊達さんがいなかったら今頃私はどうなってたか。だから本当になんていうか感謝してます。いえ、特に何も。車の中では一言も口を聞きませんでした。多国籍マフィアの連中はいろんな国の言葉で喋ってたので、何を話してたのかさっぱり。時軸の核って本当にあるんでしょうか。この神社に祀られてるっていう例の。はい。言った通り、俺はその手の話には興味がないんだ。そうですか。だがお前は平行世界やナイクスの話については信じた。それは俺がイリスのソムニウム世界を経験したからだ。シンクの弊害だな。おそらくお前はイリスの病的な精神に感応してしまったんだろう。まあ今さらそんなことを言ってもどうにも。私おじさまのこと大好きだったんです。もちろんそういう意味じゃなくて、当時私は12歳でしたし、それにおじさまには交際してる相手が。お前の母親瞳のことだな。あれ、知ってたんですか。いろいろと話を聞いたよ。お好み焼きを焼いてた時に卵や小麦粉を投げ合って全身ぐちゃぐちゃになった話とか。ああ、私が絵に描いた。そうだ。私たちはいつもそんな感じでした。ふざけあったり、じゃれあったり。その時私、小6だったのに、おじさまとは手遊びとかもしたりして。神社の神主さんとか。ただのお寺の和尚さんの替え歌なんですけどね。せっせっせーのよいよいよい、神社の神主さんがみかんの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけん。私はおじさまとしか呼んでなかったし、ママはファルコさんって。ファルコ、
しょ。外国人でもないのにファルコなんて。あ、それとも日本人じゃなかったのかな。なんか国籍もよくわからなくて。彼は私との交際を始める前に重い罪を犯していたのです。どうやら瞳はあの暗殺者89号と交際していたようだな。そんな。じゃあ罰ゲームいきますよ。立って立ってよっこよっこ丸かいって。89号は今お姫と一緒にいるはず。一体何がどうなってる。そういえば約束まだ果たしてませんでしたね。約束忘れちゃったんですか。私とデートしてくれたら日曜日のこと教えるって。ああデートは完遂されました。だから教えてあげます。日曜日午前2時頃うちにやってきたのは。木浦さんだったんです。 なんだって。木浦さんとても具合が悪そう。多分気のせいだと思うんですけど。その時私沖浦さんが事故に巻き込まれたことなんて知らなくて。沖浦さん汗をダラダラと流しながら苦しそうな顔で言ったんです。一緒に来てほしいって。なんかものすごく切羽詰まった感じで私断ることができなくて。それで沖浦さんのレンタカーに。着いたところは人気のない廃墟のような場所でした。沖浦さん車を降りると私の手をぐんぐんと引いて奥の方へ連れて行こうと。私なんだか怖くなって沖浦さんの手を振りほどいて逃げ出したんです。ありません。連絡を取ってないのは本当のことです。うちには帰りませんでした。また沖浦さんが来るんじゃないかと思ったので。日曜日は夕方までいろんなお店を転々として、ファミレスとか喫茶店とかネカフェとか。沖浦さんから連絡が来るのが怖くて携帯の電源も切ってました。それから夜になって、確か
7時ぐらいだったと思いますけど、携帯の電源を入れてみると、瑞希ちゃんからナイルがうちに泊まりたいって。私は瑞希ちゃんと待ち合わせをして一緒に家に帰りました。瑞希ちゃんがいれば心強い、そんな気持ちもあって。沖浦さんは私の恩人なんです。小さい頃からずっと面倒見てもらってましたし、信じたかったんです。たとえどんなことがあっても悪いことをする人じゃないって。そもそも沖浦さんは私に対して何かをしたわけじゃないですし、ただ夜中の2時にやってきて私を廃墟に連れ込もうとしただけで、もしかしたらそこには綺麗な花が咲いていて、沖浦さんはそれを私に見せようとしただけなのかも。もしかしたらネット番組のドッキリ企画か何かで沖浦さんは私を引っ掛けようとしただけなのかも。そう思ってました。思い込もうとしたんです。でも伊達さんから話を聞いてるうちに沖浦さんのこと信じ